2.4事件は1933年2月4日から半年余りの間に長野県で多数の学校教員などが治安維持法違反として検挙された事件。弾圧の対象となったのは県内の日本共産党、日本共産青年同盟、日本プロレタリア文化連盟関係団体や労働組合、農民組合など広範囲に及んだが、特に 日本労働組合全国協議会や新興教育同盟準備会の参加にあった教員組合員への弾圧は大規模で全検挙者608名のうち230名が教員であった。このため、この事件は教員石下事件、左翼教員事件などとも呼称された。4月までに検挙された教員のうち28名が起訴され、このうち13名が有罪となって服役した。 また、検挙された教員のうち、115名が何らかの行政処分を受け、懲戒免職や、有志退職によって教団から追われた者も33名に上った。この事件を契機に、全国各地で同様の弾圧が行われ、1933年12月までに、岩手県、福島県、香川県、群馬県、茨城県、福岡県、青森県、兵庫県、 熊本県、沖縄県で多数の教員が検挙され、教員石化事件ないし、石化教員事件は長野県の事件に限定せず、全国における一連の事件を指す総称として用いられるようになった。長野県では、大正時代以来、白樺派などの影響を受けた自由主義教育が盛んであったが、1930年代に入ると、そのような伝統の上に、 左翼的教育運動である、信仰教育運動が広がりを見せるようになった。1931年秋、新興教育研究所の支部が稲と諏訪に設けられ、1932年2月には、日本労働組合全国協議会参加の日本、一般使用人組合教育労働部長野支部が、結成されたのを機に、新教の西部は統合されて、長野支部となった。 1931年の満州事変勃発以降、ファッショ侵略に対する社会主義運動、労農運動、青年学生運動に対する弾圧が強化され、県下でも全教、全能全開派、県連青などが発展したのに対し、治安維持法違反を名目とした検挙があった。1932年夏、教育労働者組合長野県支部の組織をつかみ、 1933年1月、全教専用ルグの検挙で、県下の全教及び、共産主義組織の全容をつかんだ、県特効果が、内務省や長野地検と打ち合わせ、1933年2月4日、未明に86人を検挙し、以後6ヶ月にわたって徹底的に検挙を行った。百数十名の教員を組織したこの運動は、教育理念や教材について、 例えば、荒々木派、三沢勝江、木村元森などを訴状に乗せた組織的批判活動を展開し、組合員ではない教員にも影響を及ぼすようになっていった。信仰教育運動は、マルクス主義ないし弁償法的指摘遺物論を掲げた左翼運動であったが、細野武雄の回想によれば、 サルカに合戦一つを説明するのでも階級闘争やと言って説明するようなものであったという2.4事件で弾圧された教員の多くは子供たちや父母をはじめ周囲から信頼されていた優れた教員であった。農村の貧しい子供たちを前に暮らしを良くしたいと思い軍国主義の対頭にこうして反戦を唱え労働組合や農民組合に関与した者も大勢いた。 このため、例えば、7名が逮捕された基礎地区の中心人物であった、日吉村の日吉小学校の名取カウオットが、検挙された後、名取を慕っていた生徒たちの間に、同盟休校を行い、警察署に出向いて、名取の解放を求めようとする動きなども起こったという。永民人常高等小学校の検挙された教師にも、労働組合や、 農民組合の活動をしていた者も,もいたが、中には、絵画や、視野短歌、哲学等の研究会を開いていただけの者も,もいた。それだけでなく、事件の巻き添えを受けて、昭和8年3月、無関係の他の教師たちや、用務員に至るまで、全員解雇され、新しく別の教師陣に交代されてしまった。2.4事件の大規模弾圧によって、長野県の教育は、 信仰教育のみならず自由主義的伝統も失われ、万望開拓青少年義勇軍の大規模な送り出しに象徴される戦争協力体制への著しい傾斜を見せることになった。ありがとうございます。